久保さん、キナロとか154話です。よろしくお願いします。ディズニー、今日はディズニーランドですね。ランドに来ております。はい、人がめちゃめちゃ多いですね。多分今日運動会の多分振り返りかな。なんか、平日じゃないですねこれ。むちゃむちゃ、ほんとたまんないぐらい人多いですね。はい、まあそんな感じなんですけど、とりあえずなんとかちょいちょい動画は撮ってます。今はね、ちょうど10分の街がちょうど発生して、そこでまあちょっと列から離れてもいい感じだったんで、まあ、ここで動画撮ろう。多分ここでしか動画撮れないかなと思う。今日帰ってくるのもすごい遅くなりそうなんで、まあ、なのでこんな感じで今動画を撮ります、今のタイミングで。はい、ということで、まあ、短い時間でも撮っていく、まあ、ちょっと朝いろいろお話またしていただいたとは思うんですけど、今日も短い時間でね、なんとかライブそれできたのかなと。最後久保さんライブが終わったかどうかすらもちょっとよく分かってない状態でどうかスタートしたんですけど、まあ、何はともあれやっていくというところで、まあ、あんまりちゃんと、ね、普通だったらちょっとちゃんと、ね、言うべきなんでしょうけど、とりあえず撮ると今日は、はい、という感じでなんとかかんとかやっております。あ、でですね、ちょっと話は変わるか分かんないですけど、今日月曜ですよね。明日ズームか、明日ズームですね。で、明日のズームで、まあ、ショートの話を多分していくと思うんですけど、まあ、しようかなと思ってて、14万回ぐらいなんか当たりましたね、ショートで。でその話がちょっとできるかなと。あと、ショートって一回そのなんだ回ったら回らなくなるかな。いや、要はそのなんだろう、一発バーンって当たってそれもう全然ダメかなと思ったんですけど、まだ伸びること伸びますねこれ。しっかりやっていくとこれはチャンネル登録者数っていうのが増えたりもするので、これはすごくやりがいはあるかなと思って、今ちょっとねいろいろテストはしてる状態なんで、まあ、その話は明日シェアできていけばいいのかなっていう感じでございます。はい、ということで明日のズームの、明日ですね、明日あれ火曜、今日月曜ですもんね。今日月曜で火曜で、9時ですか。はい、よろしくお願いします。ちょっとそのもうバタバタしててなんかそんな状態なんですけど、そういうお話で、行こうかと思います。よろしくお願いします。はい、ということで気になる男150なのかちょっとまた言えなくなっちゃったんですけど、とりあえずリレーの返事とさせていただきます。ありがとうございました。ディズニーランドからお伝えさせていただきました。それでは失礼します。あ、で次回がもうすぐズームなのかな。はい、という感じでちょっとだいぶいい分かんない状態ですけど、よろしくお願いします。それではディズニーランドからお届けしました。高田でした。ではでは失礼します。